朝鮮民主主義人民共和国の工業では、朝鮮民主主義人民共和国における工業について述べる。なお、同国政府の産業分類に工業という概念は、なく、工業の他に林業などを含む、再始工業という概念が、最も近い。朝鮮半島では、北の工工業、南の農業という言葉がかつてあったほど、 金などをはじめ北部の山岳地帯で様々な鉱物が採掘されてきた。大観商工会議所が2007年に出した報告書によれば、マグネサイト、タングステン、モリブデン、黒煙、ホタルイシなど7種類の鉱物の埋蔵量が世界トップ10に入る。同年までに把握されている北朝鮮の鉱山は約760カ所であり、そのうち30%が炭鉱である。 同国の地下資源は200種類以上に達し、経済的価値を有する鉱物だけでも140種類を超えると見られる。北朝鮮における交渉は、生成時期別に以下のようなものがある。また、無塩炭は古生代の、活炭は新生代第三期の地層に、それぞれ存在している。航海の堆積盆地には、石油が埋蔵していると見られるが、 大規模な商業採掘には至っていない。朝鮮半島では広く砂金が産出し、古代から容易に採取されていた。李氏朝鮮において鉱山は国有化され、私有化は厳しく規制されていた。艦によって金、銀、銅、鉄、鉛や洋、主玉などが採掘され、貨幣の鋳造や武器及び農機具の生産などに用いられた。しかし清掃は、 金銀鉱山の開発を禁止したと言われるなど、歴代の王朝は開発に消極的だったとされる。文禄慶長の役で朝鮮に侵攻した加藤清正は、環境南道端川郡の日の木奥銀山で銀を精錬し、豊臣秀吉に献上したという。漢主道の開発では採掘の不益を課された農民の抵抗運動が起こり、また供給が不足がちとなり、 農機具製造のための洞窟が多発するなど、様々な問題が生じていた。18世紀末から19世紀前半にかけて、主に近隣の鉱山について、民間人が経営の許可を得ることが可能になった。19世紀後半になると、西欧の列強などから、工業の開放を求める圧力が強まり、1896年に工業特許制度が実施されると、同年には、 アメリカ人グループが平安北道雲山郡で、ロシア人グループが環境北道喜び原軍で、それぞれ金山などの開発権を取得している。また、1901年には金、銀行を中心に重要な51カ所の鉱山が皇室直営となっている。なお、同時期には1897年の金本位制への移行や産業革命の資本蓄積のために、 日本が金を大量に必要としており、1887年には日本国内で産出された金49万円に対して、朝鮮半島からの輸入した金は139万円に上る。日本やフランス、ドイツなど様々な国が特に金鉱に興味を示して開発の特許を得ていったが、一方で非金属や石炭の開発に対する関心は低かった。 これらの鉱山からは特許料と税金が鉱室に毎年納められたが、労税がはだしく国家財政の改善は進まなかった。1905年に日本によって設立された韓国東韓府は翌1906年に朝鮮工業法を交付した。これによって朝鮮鉱室直営の鉱山のうち25カ所が東韓府の所有に全時移行された。また、 朝鮮人と日本人以外の外国人にも鉱山経営を開放し、1908年には工業用機械の輸入や鉱石の輸出にかかる関税を免除したが、この方針は資本や技術面で劣勢な日本人工業家の強い反発を受けた。日本統治時代の朝鮮半島における工業。 生産額の水位工業権出願の件数は、韓国併合の前年の1909年から急増し、1910年には1031件に達してピークを迎えた。その後は徐々に減少したが、1914年に始まった第一次世界大戦が長期化すると、鉱物の需要が急増し、朝鮮でも1916年に工業権の出願数が、 前年の3.8倍、1917年にはさらに、その2倍に増加している。なお、1906年から1919 19年までの、出願件数のうち、日本人は66%を占め、朝鮮人が37%、その他外国人が3%となっている。また、許可数で見ると、日本人が60%、朝鮮人が37%、 その他外国人が3%となっており、出願も認可も日本人が圧倒的な比率となっている。1915年に交付された朝鮮工業令により、それまで活発だった外国人による鉱山の新規開発が1916年4月から禁止され、日本資本による独占的な開発が進むようになった。ただし、西洋列強の鉱山会社は、 李氏朝鮮時代に有料な鉱山を獲得していたため、鉱山金額は1917年の段階でも日本人及び朝鮮人資本の合計を上回っている。しかし、1918年に県に補正鉄所が創業を開始すると、原料の鉄鉱石などを増産した日本人の鉱山金額は前年の3倍以上となり、以降は、 他国人の金額を上回る状態が続いた。日本統治時代の朝鮮において石炭はほぼ全量、金属鉱は70%以上が全期間を通じて半島北部で生産されていた。また、1930年代前半に北朝鮮の工業生産額は大きく増加している。第二次世界大戦が1945年に終戦すると朝鮮半島北部は ソビエト連邦軍が占領した。1946年8月には、軍政下の北朝鮮臨時人民委員会によって、重要産業国有化法令が交付され、同地域の鉱山や鉄道など主要な産業施設が無償で国有化されている。その後、1950年から1953年まで続いた朝鮮戦争によって、北朝鮮では膨大な人的及び物的損失が、 生じた。この間に人口は962万人から849万人まで減少し、高工業及び電力生産は60から70%も減少している。この状況下で、近日生らは1954年から戦後復興3カ年計画を設定し、日本統治時代と同様に豊富な地下資源を利用した重工業優先の経済政策を打ち出し、 社会主義諸国からの支援を製鉄所や発電所などに重点配分した。1970年時点で北朝鮮の国民一人当たり GNP は286ドルと同年の韓国の203ドルを上回っていたが、労働力の不足を過剰労働によって補う増産運動は限界に達し、停滞を迎えていた。韓国経済の急成長に焦りを感じた。 北朝鮮は1970年代に入ると日本や西欧諸国から工業プラントの導入を図ったがオイルショックの影響で主要な輸出品目のアエムなど非鉄金属の価格が下落し外貨による返済が滞って後年まで西側諸国との貿易に過言を残した中国の改革開放を参考にした合弁法の制定など1980年代の 経済政策は目立った効果を生まず、1980年代後半には、ソ連など東側諸国との経済協力に対する依存が大きく高まっていた。このような状況下で、社会主義経済圏が崩壊したため、1990年代に入ると、ソ連からバーター貿易で入手していた原油やコークスなどが確保できなくなり、北朝鮮の経済は大きく後退する。 外貨不足から投資が不振になり、設備が老朽化して品質が低下し、輸出と外貨獲得効果が減少するという悪循環によって、石炭をはじめとする鉱物の生産量も減少し、1998年には多くの品目で最低量を記録した。その後、国際社会の支援もあって、食料事情が改善すると鉱山への労働力供給に余裕が生じ、 中国からの鉱山開発投資を誘致したこともあって、資本や設備にも改善が見られ、生産量は回復に転じた。また、政策的にも、電力、石炭、金属、輸送を、いわゆる先行部門と位置づけ、炭鉱などに資源を優先的に配分するとともに、2000年代に入ると、地下資源による外貨獲得を奨励し、 中国など外国からの投資受け入れを拡大している。これらの成果もあり、2013年のタイ、中国輸出では、総額29億2400万ドルのうち、無塩炭や鉄鉱石など鉱物資源が18億1500万ドルを占めている。また、タイ韓国の輸出においても2007年には、鉱物資源だけで1億2800万ドルに達して、いたが、 2010年の天安沈没事件を受けた韓国政府の報復措置によって投資や公益が途絶した。一方でこれらに先立つ2006年には過剰な資源採取などを防止するため鉛や亜鉛などを未加工の鉱石の状態で輸出することを禁止する基本方針を打ち出している。多くの炭鉱や鉱山は設備の老朽化が進んでおり、 2010年代に入っても、鉱物資源の輸出は1980年代の水準を下回っている。近郊床は北朝鮮の広範囲に分布しており、特に平安北道及び航海南道に参勤量の多い重要な交渉が集中している。平安北道には、朝鮮半島最大の金山である、雲山鉱山をはじめ、三成鉱山や正城鉱山などが存在し、 それぞれの総産金量は100トン、62トン、43トンと推定されている。黄海南道には栗浦鉱山や水安鉱山があり、総産金量はそれぞれ17トン、5トンと推定される。また、砂金は平安南道及び環境南道に多い。北朝鮮全体では92カ所の金山が確認されており、総埋蔵量は2000トンである。 金の歴史朝鮮半島北部には、先カンブリア時代の編成岩類や、中世代の加工岩類などの新生岩類が広く分布するため、砂金は各地に産出する。このため古代から採取が行われ、産金の歴史は144年まで遡る。しかし、清掃は金銀行の開発を禁じたと言われるなど、朝鮮の王朝は工業開発に消極的だった。 この状況が変化したのは、西欧の列強が東アジアに進出した19世紀後半以降で、その外圧によって1890年代から朝鮮北部の近郊床の開発が外国資本に許可された。特に、マザーロードと同じ新生鉱脈型の雲山鉱山は、カリフォルニアゴールドラッシュの次の採掘地として魅力を有していた。1891年に、 外国人として初めて、馬木健建造が、継承南、同省原軍で近郊及び、同行の開発許可を得ると、1896年のロシア人及びアメリカ人のグループを皮切りに、ドイツ人、イギリス人、フランス人などが1901年までに各地の鉱山開発権を獲得している。雲山鉱山は、アメリカ資本により開発が進められ、1915年の、 段階で8つの高校と3つの精錬所が設けられ、約2000名の高夫が働き年間300万円以上に当たる金を生産していた。航海南道の水安鉱山はイギリス資本によって経営され、1915年の時点で高夫は約1000名、年産は約130万円に達した。北朝鮮で最初に均衡開発を行った 小規模な日本資本による経営は不振だったが、1912年には、小賀合名会社が、平安南道基上軍、後に、安川慶一郎は、平安北道正城軍、朝鮮総督府は、平安北道の昇州市及び、義州軍、環境南道振興軍で、それぞれ金の採掘を行っている。また、採掘用具への投資が軽くて済む砂金は、 工業権許可の手数料が鉱山より安いこともあり、活発に採取が行われていた。1916年の時点で民族別の金の産出額は有料な鉱山を有する欧米人が80%以上を占めていた。しかし1924年に朝鮮人のグループが平安北道の三成鉱山で不幸部を掘り当て、1926年の 時点で金の算出額の比率は、欧米人が52%、朝鮮人が42%、日本人が6%となっている。朝鮮半島の砂金を含む、産金量は1910年の 3746kg から1926年には 7159kg、1935年には 16710kg にまで増加し、 その大部分を北部が占めている。第二次世界大戦中の統計は途絶しているが、1947年には北朝鮮の産金量が1万1 4ラムとなっている。県に補正鉄所鉄鉱石は、環境北道、茂山郡の自鉄鉱、航海南道インクリ郡及び、西銘郡の赤鉄鉱、滑鉄鉱、環境南道理系郡及び、北青郡の赤鉄鉱などが、 代表的である。茂山鉱山は推定埋蔵量15から20億トンの北朝鮮最大の露天掘り鉱山であり、年間350万トンを算出している。2010年の時点における北朝鮮の鉄鋼生産能力は、生鮮部門が532万トン、成功部門が657万トン、圧縁鉱材部門が404万トンとなっている。 環境北道清津市の金作製鉄連合企業所、金作市の白津成功連合企業所、高海北道松林市の高海製鉄所などが主な製鉄所である。なお、インクリ及び最年の鉄鋼産は朝鮮王朝の所有下にあったが、1910年から八幡製鉄所が経営するようになった。1913年には、 当時の朝鮮全体の総生産量の63%に当たる9万トンの鉄鉱石を産出し、そのすべてを八幡製鉄所の原料として納入していた。また、高海道の安楽鉱山では年間5万トンを産出し、その中にある三菱合司会社の経営する県二補鉄鉱山からは、1918年に創業を開始した県自浦製鉄所に原料を供給していた。 タングステンは、高海北道新坪郡の万年鉱山をはじめ、平安南道新洋郡の仁坪鉱山などが稼働し、鉄ガンを模し並びに廃お模しの形で産出されている。北朝鮮全体の推定埋蔵量は24.6万トンに及び、これは世界2位に相当するともされる。森武源の北朝鮮全体の推定埋蔵量は、品位90%基準で5万4トンであり、 平安南道成川郡の達沖鉱山、公海北道神経郡のかぶり鉱山などの大規模な鉱山では良好な条件で採掘される。鉛及び亜鉛は、環境南道端川市に北朝鮮最大の建徳鉱山があり、鉛500万トン、亜鉛1500万トン以上を埋蔵しているとみられる。また、これに次ぐ規模の公海北道銀波郡工業地区には、鉛200万トン、 亜鉛300万トン以上が埋蔵されている。銅鉱石は北朝鮮全体の埋蔵量が約290万トンとみられ、そのうち40%以上が両行道に集中している。同地の鉱山鉱山は古くから鉱山として創業しており、公海北道の釈道鉱山や水安鉱山、環境南道の巨川鉱山でも王道鉱や半道鉱などが採掘されている。 また、2011年には、中国との合作で、江中工業護衛会社が設立され、江山市の江山青年鉱山で、採掘設備の現代化などに取り組み、2014年には、年間5000トンの同性鉱を中国に輸出している。万外鉱物の鉱山は、平安南道順川市の元上里、関門戸鉄玄軍大浦里と、平安市中華宮など49カ所に存在する。 北朝鮮全体の埋蔵量は30万トンとみられ、相当部分がマンガン含有量3から15%のマンガンとの形で存在している。北朝鮮のマグネサイト埋蔵量は推定60億トンで世界一位ともされる。マテンレ山脈周辺が主な産地となっており、環境南道端川市には露出部分だけで長さ7 7キロメートル。 深さ100メートルに達する露天掘りの交渉があり、その埋蔵量は推定36億トンに達する。同市の流用鉱山及び対抗鉱山は、孫を基準とした品位がそれぞれ30%及び30から50%、年間成功生産能力がそれぞれ60万トン及び30万トンであり、韓国が開発協力を検討している。石灰石は、 北朝鮮の全域に埋蔵され、品質も高い。北朝鮮においては、無塩炭と埋蔵領域が重なっており、セメントカーバイド合成工業の発展を有利なものにしている。平安南道順川市、高海北道省国域、カンボンド川内郡などに代表的な石灰、石膏山があり、1000億トンの石灰石を北朝鮮は保有しているとみられる。グラファイトは、 1910年代には世界最大の鉱山額を記録した。林辺城黒園の埋蔵量は北朝鮮全体で200万トンに達し、自行道長江軍の東方鉱山、環境北道金作市の医療鉱山、平安北道大戦軍の鳥京鉱山などが主な産地となっている。また土上黒園は平安南道海川市などで採掘される。北朝鮮では、 1998年時点での一時、エネルギー消費のうち66%、2002年時点で同84%を石炭が占めており、社会にとって重要度の高い存在となっている。無塩炭は主に平安南道や環境、南道一帯の個性が地層に厚さ0.5から8メートルの炭層として存在している。無煙炭は生成後の長期にわたる、 地層伸縮によって分布が非常に不規則になっており、また粉炭が大部分を占めている。また、カッタンは環境北道を中心として新生代第三基層から採掘されている。韓国の研究者の推計によれば、北朝鮮全体の石炭埋蔵量は90億トンであり、そのうち61億トンが採掘可能とみられる。後者の内訳は、無煙炭が16億トン。 活炭が34億トン、超無塩炭が11億トンである。なお、液生炭は産出されないため、鉄鋼生産などに使用する分は全量を輸入に頼っている。全体的に海分及び水分が多いのが特徴であり、熱量は様々であるが、海の石や雪氷流群、喜び強群産のものは7 0 0 0ー、キログラムにもなる。風化が早く、 高度が低いため貯蔵や輸送に向かないのが欠点である。石炭利用の歴史朝鮮で石炭を使用した記録としては、高来期に武順の炭鉱で陶器製造に使用したと見られるのが最も古い遺物である。1590年に陰都樹が記した平ン市によれば、当時の平ン周辺では炭田が近いこともあって、 水地の燃料などに石炭を使っていたという。李氏朝鮮においては19世紀以降も産業革命の根幹となる石炭の工業利用に対する政府の関心は非常に低かった。韓国併合のあった1910年の時点でも炭鉱開発の申請は年間わずか27件だったが、1913年には三菱財閥が大宝炭鉱。 1918年に明治工業が大成炭鉱、1919年には東洋拓殖が高等炭鉱の経営をそれぞれ始めるなど日本資本の進出が進んだ。朝鮮の石炭は売円が少ないという特徴があるため、1911年に朝鮮総督府が平壌工業所内で加工して朝鮮で初となる練炭の販売を開始した。 家庭における温度ルや水地での使用向けに製造され、1915年には1万トンが生産されている。1918年までは生産された石炭の60%以上が日本に輸出され、1911年にはその全量が徳山町の海軍連単製造所に納入されている。1918年に航海道で県に補正鉄所が創業を開始すると、 朝鮮における石炭の需要は急増した。しかし、製鉄に必要なコークスの原料となる歴製炭は、朝鮮で産出されないため、蓄放炭電や部分から輸入ないし輸入され、総督府によって、石炭の輸入税が同年から免除されている。鉄道でもこれらの渡る輸入石炭は使用され、1910年には年間5万8000トンだった渡る輸入の超過量は、 1919年には年間79万3000トンまで増加している。北朝鮮では石炭の年間生産量が1985年に史上最高の3750万トンを記録したが、経済悪化や食糧難を受けて1998年には史上最低の1860万トンまで減少した。その後、 オン大専攻部門に指定されて生産の回復に注力したこともあり、2009年には年間2550万トンまで生産が回復している。16世紀に書かれた本造項目には、後来に石油があると記述されている。また、19世紀初頭に範囲タスが表した海東駅市内の物産史にも石油の産出に関する記述がある。 1917年及び1918年には、これら古典の情報などをもとに、石油の工業権が取得されているが、具体的な成果はなかった。1964年、平安南道安州市における丹田の調査、開発中に、油火が発見され、石油存在の可能性が、具体的に認識された。これを受けて北朝鮮はソ連に協力を要請し、 航海の十字力探査を行っている。翌1965年に燃料資源地質探査理局を1968年には安州市に原油探査を専門とする研究所をそれぞれ設置し原油探査を行ってきた。1973年からは中国の技術者の指導を受けて本格的な採掘を行い、1976年に 即戦長 2200km にわたる再開の地震炭鉱を行った結果、同海域に石油の排体が期待できる堆積盆地が発達しているという地震を得たとされる。1978年にはユーゴスラビアと共同開発契約を結んで炭鉱を行ったが、1981年に資金不足を理由にユーゴスラビアは撤退した。 1983年には、政務員の参加に、原油探査総局を設置し、シンガポールから1万4000トンの敷屈探査船を購入するとともにボーリングを建設して、航海の南裏沖合を重点的に探査した。1987年にはイラン及び、オーストラリアの企業が、南裏沿岸2万2600平方キロメートルの探査と敷屈を行ったが、不発に終わっている。 1987年から1990年にかけてはソ連の協力で日本海でも即戦長 7500km に及ぶ物理探査を行い、その結果を受けて東朝鮮湾で試掘を行っている。1990年代に入ると金正日が人頭指揮をとり、1993年には原油探査総局を原油工業部に昇格させ、 1994年の最高人民会議第9期第7回会議では原油埋蔵地の探索のために投資を拡大することを強調している。2001年には朝鮮日報により1999年から宿川軍近海の油田で北朝鮮が年間220万ビット BL の原油を生産しているという報道がなされたが、 衛星写真からは生産設備などが認識されず、生産は確認されていない。2002年には、中央日報が、宿川郡と門徳郡の間の西海岸から5トルほど、内陸に入った地点で日量4 0 0ビット b l の原油生産が行われていることを写真付きで報じた。同地では、少量の原油生産が継続しているとみられる。ありがとうございます。